はい、ということでですね、まあ、今回ですね、ある賞はい、ということですね、今回ね、とある商品をね、紹介していこうとね、思っております。それがですね、こちらです。ウエハースです。まあ、くの字イコールね、ウエハースというね、まあ、考え方はですね、まあ、めちゃめちゃ古い考えではありますよ。昔、なんか大量に買ったウエハースをいろいろな味につけて食べたんですけど、今回ね、3年ぐらい時を経て、ね、食べていきたいと思います。で、実はですね、その3年前に大量にの余ったウエハースっていうのがモンストなんですよ、実は。そう、モンストが3年の時を経てね、もうちょうど3って書いてるし、ね、開封されに来ました。はい、まあ、右はまあ別にね、なんか横にあったんで撮っただけなんですけど、こう見てください、これ。でね、まずね、こうムカつくポイントがですね、ココアクリーム味とかね、モンストはね、なんかいろいろ味変えてるんですけど、これ大根見てよ、これ。ね、さすが、ほら。これね、バニラクリーム味。他にももう一個なんか、領域展開ウエハースあったんですけど、それ同じ味なんですよ。ほんとそこだよね、ほんと。ムカつくわ、ということで、はい。じゃあ、どっちから開けていこうかな。気分よく終わりたいんで、大根人格から開けていこうと思います。はい。どうせ第5最後になったら気分悪くなるでしょ。これはカメラ立ってるか。有効活用。いいですね。よし。じゃあ、開けていきます。これぐらいがいいかな。もうちょっと近くでいいか。これでいいか。じゃあ、開けていきたいと思います。いや、逆だな。こっちだな。逆にこっちだわ。よし。こっちから開けます。これちゃんとパッケージ、残しておきたいな。ちゃんと綺麗にあげたいと思います。パッケージ残して、はい、ということでね、はい、結局横からいきました。めっちゃうまそう。ここは上、ここはクリーム味ですって。だからまあメインはね、カードなんでね。うわ、なんか見えてる。これあれなんじゃないの、羽なんじゃないの。え、ということは鳥だから、トリッピーとかかな。よし、じゃあここでいいんですね。あ、これを裏返しにしてこう、裏返、あ、見えた。これはクソステージだな。これもうクソステージなんですよ、このエア。うわ、マジでクソじゃん。これなんか多分1個シークレット入ってるんですけど、あ、あったあった、ここら辺ですね。ここ先見るべきだったな。ビジュアルカードが2枚。あ、これが多分強いやつですね。前のウェハースで一回当たったことあるんですけど、めちゃめちゃこの画角いい。ほら、後ろにウェハース映ってる。これ透明だしね。あ、透明な理由そういうことか。後ろのウェハース見えやすいようにか。すっげえカス飛んでる。まあ、ですね。こう、しておきましょうかね。あ、こう手前にして、こう立てておきましょうか。よし、OK。じゃ次、第五人格いきたいと思います。よし、第五人格もね、まあ、一応綺麗に開けてはいきたいよね。第五人格も一応綺麗に分けていきたい。第五人格、ちゃんとパッケージ開けないと、いや、次の人がね、そう。あ、てか、モンストのあの動画、バニラなんだった。はい、ということで、開け終わりました。はい、そうだ、モンストの前のウェハース、それはバニラだったんですよ。すごいよね、ちゃんと改良してるよね、ココアに。偉いと思う。よし、じゃあ、いきますね。うわ、この色見ただけで、マジ吐き気するわ。これね、100、200ぐらいか。180、忘れたな。でもね、さあ、見ていきたいと思います。もう、このウエハースをね、じきじきに外すということで、きたいと思います。いきまーす。せーの。あ、ちょっと待って。そういや、これ、後ろ見るか。あ、めっちゃ書いてある。全部書いてあるよ。探偵オルフェノク。これ、ちょっとあれ？サバイバーが、脳幹視までだから、ハンターが、考えるだけ無駄っすね。あ、鏡までね。なるほど。まあ一番当てるのは、やっぱりこの表紙に映ってる、そうっすね。
このこいつっすね、限定持ってるんで、真ん中も限定持ってるんで、こっち見んなよということで開けます。よし、まあ変な生存者だったらもうブチ切れますわ。せーの、ウェハースの落とす先が、あ、まあいいか、こういきます、こういきます、頭いい、めっちゃかすいて、せーの、え、これなんか見えない、園芸って見えない、あ、半芸、ほい、